WTT チャンピオンズフランクフルト2023年10月29日から11月5日ドイツが行われ女子シングルスで早田ひな日本生命がベスト4入りを果たしたライブ配信 WTT チャンピオンズフランクフルト10月29日日曜日から11月5日日曜日開催トーナメント表 試合結果 WTT の中でも格付けの高いチャンピオンズには男女各32名がエントリー。日本からは張本智和、智和企画、篠塚博人、愛知工業大学、早田ひな、日本生命、伊藤美馬、スターツ、平野美博士、木下グループ、張本美和、木下アカデミーの6名が出場した。男子シングルスは張本智和がベスト8入り。 初戦では9月のアジア大会で敗れたチャンウジン、韓国、を相手に得意のブロック、カウンターを決めて競り勝ちリベンジ達成。しかし準々決勝では台湾のエース、林雲樹の早い攻めに押され1-3で敗れた。また長本と同学年の篠塚弘人は初戦でピッチフォード、イングランドに敗れて上位進出はならなかった。 女子シングルスは、1回戦から平野美宇 VS 張本美和の日本人対決となり、力強い両ハンドで攻め続けた15歳の長本が勝利。そして2回戦の張本美和 VS 早田ひなは、自力に勝る早田が勝利を収めた。準決勝まで勝ち上がった早田は、世界卓球2021条の大盤行く、中国に敗れてベスト4でストップ。また、 エジプトとドイツの競合を下し、準々決勝進出を果たした伊藤美見も今大会優勝の大芸道、中国にストレート負けを喫した。中国選手が敗れる波乱も多くあった今大会。張本に勝った林雲樹は、準決勝で大祖金、中国、決勝でマリュウ、中国を下して優勝を果たしている。また男子シングルス2回戦では現、世界王者の阪神と中国、 妖精ン、中国がそれぞれ韓国選手に敗れ、女子シングルスでも東京五輪女王のチーム中国が聖地、ルーマニアに敗れた。各種目結果、黒丸男子シングルス優勝、林雲樹、台湾、準優勝、マリュー中国、3位、大粗金、中国、F、ルブラン、フランス、ベスト8、張本智和、智和規格、イサンス、 韓国、イムジョンフン、韓国、オフチャロフ、ドイツ、黒丸女子シングルス優勝、大ゲー道、中国、準優勝、大番イク、中国、3位、早田ひな、日本生命、孫栄さ、中国、ベスト8、伊藤美馬、スターツ、新郵便、韓国、シュチョンヒ、韓国、聖地、ルーマニア、黒丸男子シングルス、張本智和、ベスト8、1回戦3の2チャンウジン、 韓国、二回戦三のゼログロート。デンマーク、準々決勝一の三輪ユンジュ。台湾、篠塚博と。一回戦敗退。一回戦一、三ピッチフォード。イングランド、黒丸女子シングルス。早田ひな、ベスト四。一回戦三の二シャンシャオナー。ドイツ、二回戦三の一、張本美和。準々決勝三の二聖地。ルーマニア、準決勝一の四、バ番イク、中国、伊藤美馬、ベスト八。 一回戦三、一メシュレフ、エジプト二回戦三の二ミッテルハム、ドイツ、準々決勝ゼロの三大芸道、中国、張本美和、二回戦敗退、一回戦三の一、1平野美宇二回戦一の三、早田ひな、平野美宇、一回戦敗退、一回戦一の三、3張本美和。